品川です。暴れるです。よろしくお願いします。いや、なんと暴れる君とコラボっていうことで、はい、めでたい、嬉しいです。ありがとう。いや、もう本当やっとですね。いや、そう、なんか一緒にダウンタウンデラックス出た時に、はい、僕らもちょっとキャンプ始めたし、はい、キャンプの先輩として、はい、ちょっと暴れる君とコラボしたいって言って、はいはい、海外とかに行かれたりして延期になって、すげえ残念でした、その時、うん、はい、ほんで今日せっかくその実現したんだけど、はい、庄司がね、はい、体調不良で。何してんすか、庄司さん。なんでこのタイミングで。まあ、だから庄司はいないけど、はい、今日は暴れる君にキャンプのね、はい、楽しみ方というか、はい、習っていこうと思うんで。いや、お願いします。だからテントとか立てる、これが立てるから、はい、もしあれだったら、はい、その辺で寝そべっててもらって。火だよ、もう。火じゃねえかよ、もう。そう、強せっす。強せっす。やめて。疲れてたんです。まあ、夜の寮に。それちょっとは休むよな。うん、強せっす。もう冒頭からいきなり。もう。楽しいキャンプしましょうよ、今日も。でも楽しみ、料理とかすごいじゃん。いや、そうなんですよ。しかも結構分かりやすい料理が好きなんですよ、うん、焼いたり煮たりっていう、うん、だからそれで大体料理って焼いたりね。そうです。まあ、なんつうんだろう、うん、簡単な料理ですよ。ハンバーグとか、あ、最高、シチューとかカレーとか、うん、あ、最高じゃない、はい、だからうちの動画の方でいつものように、はい、そのサウナ、はい、筋トレしてサウナ。いや、それ何なんすかそれ。最高っすけどね、そのシチュエーション。筋トレしてサウナ、はい、もし嫌だったら俺筋トレしてるから、はい、どっかでこうやって。なんでだよ。やるよ筋トレ。こうやって腹筋するって。いや、こうやってやるって。それを切り抜いてこうやって。いいよ、もう。とんでもねえチャンネルだ。はい、これぐらいいかないともう収拾つかないんですよ、この話題出たら。お願いします。よろしくお願いします。出しときましょう。それか一回休んでる絵だけもらって。なんでだよ。もう寝そべってる絵だけもらって。どこで挟むの。そんな変な寝そべる、寝そべる、やりましょう。寝そべるくんだっけ。寝そべるくんじゃないんですよ。寝そべるくん、寝そべるくんじゃ品川くん。品川くん、寝そべるくんじゃないんですよ。品川くん普通だから。元気になったね。元気になりましたよ、これ。手伝うことあった言って、はい、あ、これ庄司と同じやつ。え、マジっすか。すげえおしゃれキャンプ屋さんで行って手に入れました。何あればいい。俺ちょっと待って、これどうやんだっけな。僕らで調べてやりましょうか。いやいやいや、これいじってんじゃん。ごめんな、スタッフまでいじり出して。お願いしていいですか。なんか始まる前、僕たちめっちゃ早いんでって。あっという間に組み立てて、いや、あっという間に終わりますよ。いや、すいません、この焚き火台だけもうほんと2回目なんですよ。で、しっかりこう復習しとけばよかったなっていう。その時は自分で作りました。いや、作ったって。もうほんとに、あ、ほら、ハマった。ほら、そうだ、これだ。そこに、こう、あ、いいじゃん。はい、オッケー、オッケー。焚き火台演説で完了。これが冒険少年だ。じゃあ休んで。いやいやいや。ふざけやがって。下の黄緑の見てください。なんか出てきた。うわ、男心くすぐりでしょ。いや、めっちゃかっこいいじゃん。うぅ、すげえ。それ気をつけてください。いや、めっちゃいい。あとはあとはこれ。うわ、一番長いやつです。いや、うわ。で、この背中でここ削ってください。こういうこと。はい、それでもうちょっと強くやったら、うわ、うわ。
の始めたんでしょ。なんすかそれ。気持ち悪い。よくない？よくないっすね。いいっすね。バッチリっす。いや、そりゃ揃えたくなんな。はい。うー、これが一番料理しやすいナイフ使った。そうでしょ。これすごいっすね。これちょっと映画で使おう。映画の武器で。あ、いいっすね。それ料理とか使ったりとか、俺下手なんですけど、あのファイフェザースティック作ったりとかするときに片側だから薄く切れるんですよ。片側だから。いや、もうキャンプがハマる人の気持ちめっちゃからこういうと、はい、でかっ、え、でかっ、はい、これでちょっと今日ハンバーグやっていきたくて、うん、なんかこっちでハンバーグ焼いて、こっちであのポテト炒めたりとか玉ねぎ炒めたりとかやって、ワンプレートで2人でやれたら最高じゃないですか。お好み焼きっぽく、うん、これにこうチューっていうのにこうハンバーグ乗っけて品川さんに出したいんですよ。ハンバーグ屋さんのハンバーグで、あ、長いっすな。そうそうそう、カチ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 、オッケー、やってるやってるやってる、早く早く早く、河原見てただけですって。もうやだよ、もうこれこれ1回ですよやるの。ありがとう。風強い時はそうかもしれないですね。これやると。はい。あ、そうなんだ。気をつけて。いや、気をつけますね。すみません。思いつかなくて。何してんすか何してんすか何してんすか。ダメだよ、これライターで火つけないでくださいよ。やめて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 、品川さん。いやでも見せどころだもんね、キャンパーの腕の。そうです。すいません、行ってみます。え、それでいいの、はい、こうやって、うん、結構強く押さえて、ここ気をつけてから本当に、うん、こうなったりしたり、うん、固定してこのままつけて、いいですね、いいですね。来た来た来た来てる来てる、いい来てます。 OK OK です、バッチリです。すご、気持ちいい。全然褒めてくんない。いや、すいません。最高最高っす。バッチリです。そろそろ、はい、どうも。というわけで今回は川口湖に来ております。今回のアーバーキャンプのゲスト、品川少女、品川さんです。よろしくお願いします。チーズハンバーグ、チーズハンバーグと、ミートソースチリチーズ。
庄司さんか？いや、その腕を出した時に太くなってる方がいいよねで筋トレすんのよ。戻した。じゃあちょっとサウナやる前に、俺いつも言ってんだけど、パンプアップした方がやっぱ絵移りいいから、はい、で俺最近ほんとジム行けてなくて、はい、ちょっとこのお腹出てきちゃったから、はい、さっきもハンバーガー食べた。ちょっといいですか、うん、あーでも全然。お前さ、無駄なくやんなよ。おい、肉なって。肉の脂あったね。じゃあやるよ、はい、ガチでやるから、はい、うわー、うわ、でも回転すんだ、あれ、え、回転すると余計効くんすか？品川さん、回転させると余計効くんすか？品川さん、え、それってどういう意味っすか？いいね、よいしょ、いい、いいね、うわ、いい、俺もこれ一番苦手っすよ、俺これより下に行くから負荷がかかんのよ。え、こうやって広げた方がいい？そう、うん、行こう、はい、いい、もっと下、いい、はい、そう、3、4、顎つくまで、5、あ、いい、6、あ、いいね、ロッキー、俺はロッキーだ、8、あ、いいよ、はい、そう、サボらない、絶対にサボらない、もう絶対にサボらない、もう絶対にサボらない、俺はもう自力で脱出する。やめてくださいって。やってっから、真剣に誠心誠意やってる、気持ちがこもるでしょ、そういうの。もう品川さんだけっすよ、それ言ってんの。力よ、力よ、え、息を忘れてもらおう。いや、来てんじゃん。いや、来てんじゃん、ちょっとこの見せたいんじゃん。いやいやいや、なんか、え、聞いてないよ的なのもういいって。脱ぐ必要なかったし、俺パーカーでやってんだから。結構できるじゃないですか。だってやっぱ品川のマネージャーやってるわ。うわ、伊達じゃねえんだ。ほら、はい、はい、スケジュール管理して、はい、日報か、乳酸のスケジュール管理して、スケジュール管理、乳酸、筋肉のスケジュール管理、はい、月末管理して、はい、いいよ、今日は筋肉ダブルブッキング OK よ、はい、いいよ、ありがとうございます、はい、サウナじゃないですか、もう、違う違う、まだまだ、そう簡単にサウナ入りませんよ。どうぞこれ、品川さんだけ勝手に乗れなくないですか。いや、ほんとそうなんだ。よいしょ、あー、いいね、いいね、いいね、はい、やろう、はい、やろう、そう、いい、はい、あ、いいよ、力強いね、あ、すごいんだから、あ、そこそこ、いいじゃない、いい、ね、もう一回、庄司さん見てる、庄司さん、庄司さん、庄司さん、聞いてねえよ、庄司さん、庄司さん、
見きてー見きてー見ててー庄司さん見きてー見きてー見ててー。いやこれ怒られますよこれ庄司さんマジで怒られるマジで怒られるなんで見きてー見てもらうで振る1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 さあ、ということでパンプアップしましたけど、はい、ちょっと不本意なんですよ、はい、この2ヶ月ちょっと映画のプロモーションで全然あのパンプできてないから。でもいいね、暴れる君。島のガッチリしてる。褒め言葉ですよ、ね、褒め言葉。島のガッチリしてるおじさん。ありがとうございます。いや、いいじゃん。 おじさんってやめてもらっていいですか。まだ37ですし。いや、おじさんだよ。最近もう頭よりヒゲの方が多くなってるんで。それも本当なんですよじゃあ入ろうか。はい、これ本当に気持ちいいかな。はい、よし来た。久々。よいしょい。あ、気持ちいい。あ、いい。あ、久々来た。まあ、まずは15分ぐらいかな。15分また教えてください。15分経ってまな板熱いね。あ、すごい。あ、いいね。まな板熱いし乳輪小さいし。うん、脱いだら絶対言われます。え、脱いだら絶対言われます。乳輪小さいって、ね、絶対言われるのこんなうるさいんすか。え、俺、はい、サウナこんなうるさいんすか。俺が熱い。うるせえなこの客。うるせえなあ、熱くないの熱くない。うるせえな熱くないので、めちゃくちゃ汗出てます。発汗が。俺の代謝は舐めないでください。場所わかりました。それは嫌なんですわかんないよ、本当に。ついかかってみていい。あっ、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 熱いよね。だ、完全にそこがグッドゾーン。受け止める自信あります。行きましょう。はい。あっ、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 なんだこいつ。もう出ちまえ。なんだこいつ。痛い。なんだこいつ。なんだこいつ。すご。すご。完璧に耐えてる。いやー。あー。サウナ大好き。すえ。あー。あー。あー。どうぞ。あー、来た。はあ、はあ、来た来た来た。あっち。ああ、あ、おお、うわ、最高じゃんこれ。いや、はあ、いい。どうよ。めちゃくちゃいい。おー、似合う似合う。この光と光が混ざる日の出だありがたいな、なんか。あ、いいよ。寒い絵になる。ありがとうございます。すごいいいです。うわ、これ3人仲良しみたいめっちゃ。あー、ちょっと待って。やめろちょ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 、かぶってんじゃないかよ。へへんじゃないんだよ。
まだ暴れる君が、はい、テレビ出たての時に中岡と俺と暴れる君と3人で三軒茶屋バー行ったのよ、うん、なんか暴れる君がその日の収録の絡みのあそこどうすればよかったんですかねみたいな質問してきたから、うんはい、いやあそこはこうやって立ち上がって自分はそうは思いませんみたいなやっぱ続けた方がいいよみたいな話を俺がしてる時にめちゃくちゃでっかい屁こいたわけって自分で質問しといてなんだよあそこどうすればよかったんですかねいやあそこは立ち上がって自分はそうベーってそしたら中岡がお前ほんまあかんねんあの中岡さんがめっちゃ綺麗ですよ中岡さんには迷惑かかったんですかでそのボケとかでもないのよ本当にベーっつっていや、お前の方が驚いてるそんな顔してましたけど、バッてあ、出ちゃったみたいな顔してなんだこいつと思ってた、ほんこっから汗かくまで行くのね、すげえいや、2回目の方が早いんだよ、汗出てくるあ、マジっすか、うん新宿でかい力を何年目ですか僕5年目です若いっすよね僕この間27になりました27あ、じゃあ新卒で入ってってことはい、そのストレートで舐めてるどういうことっすか俺のこと舐めてないですよなんか言うとそのマネージャーじゃんって言ったんだよ、はい、けどいやもういいでしょとか言うあ、そう、うん、俺がなんか俺がなんか言うといやもういいでしょいやもうしつけおっさんだなと思ってんじゃないですかいつまで言ってんすかとかあでもそれって貴重な存在っすよそういうことばっかり言うんですいやでもそれは品川さんがボケてるからなんか長いっすね確かにボケ品川さんのボケはそれは言ってないです僕長いとか言ってないです別にえ長くてしつこいっていう話じゃなかったお前が思ってんじゃんお前だって長くてしつこくてよくわかんねえじゃねえかよそこそこ笑えるめちゃめちゃ笑えるけど長くてしつこいボケ後半がひどいねもう一杯もう一杯そんなにじゃないでしょうそんなにじゃないでしょうがほら、気持ちいいからこれもうそろそろ来てますだってやれやもういいでしょうあ、出たいいんだよもういいでしょ、今のは何回かやって一番受けたとこ使うんだからなあそうっすねラス D 熱い熱いこれやっぱいいっすわあ、今一瞬っすけどフォーリンラブのはじめさんに見えましたやめてくれ一瞬ですけどはいい時に使うのいや、悪くはないじゃん良くもないだろいいよ海坊主写真撮りたいこれこれ写真撮りたいわいや、濡れ地蔵じゃないんすよあの、お参りとかじゃないんすよいや、あの、墓石に水かけるみたいな感じやめてもらっていいですかいや、祈るなってお地蔵さんじゃないんすよえ、呪い殺しますよいや、仏の顔で笑わないでくださいって微笑みかけないでくださいってパク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 危ない危ない危ない今日も最高よ、うん、うわなんかこれあこれのこのプランっていうかツアーやばいっすね一緒にご飯食べていいうわこれ本当欲しくなりましたえ庄司さんのフォークそうでしょ
この後鍋、酒、フォークギター、うわー、これで完璧、完全なセットだったんだけど、本当にそれを味わってもらうと本当にこう、あ、いいな、仲間っていいな、嬉しい、仲間っていいなっていうそんな言葉言わなかったっすね、昔は。品川さん仲間っていいな言うようになったのかな仲間っていいなって、え、いや、すごい、なんかまっすぐになってる、まっすぐ、生じていいなって、生じていいなって、いやいやミキティっていいなって、ミキティっていいなって、なんでだよ、なんでだよちょっと偽生じ偽生じ生じを感じて喋ってよさあ、ってことでハロー品川チャンネルね、どうでしたか今日いやもうめちゃくちゃ楽しかった、最高に、うん、で筋トレの後のサウナで西子のこの3連コンボがすごかったっす。いやいいよやっぱ、うん、そうですね、本当に。庄司はどうだった？いやもうめちゃくちゃ楽しかったよ。あ、うん、じゃあちょっと最後にミキティって山に向かって、あ、じゃあちょっと失礼して、うん、ミキティですか、マジで庄司さんじゃないんだからありがとうね、ありがとうございます、声出てたほっせー声出てたなありがとうございました、ありがとうございました。チャンネル登録高評価はいよろしくお願いします。